彼女との出会いは、某 SNS の地元民サークルだった。会社と家の往復と、たまに誘われる同期との飲み会、ことあるごとに俺に立てついてくる部下、無理難題を押し付けてはイチャモンをつけてくるいけすかない上司。そんな日々のストレスを発散しようと参加した場所だった。簡単な挨拶を交わすと、自宅の周辺や、よく利用する飯屋や居酒屋なんかの話で盛り上がったりもした。なんとなく楽しかった。毎日訪問して、だんだんメンバーと打ち解け、敬語だった会話がため口に変わる頃、彼女は現れた。はじめまして。こういうとこに参加するのって初めてでよくわかってない素人ですが、これからよろしくお願いします。ある日覗くと、新規参加者が必ず挨拶をすることになっている自己紹介スレッドが上がっており、そこにはマリカというハンネとアイコンと共に、挨拶文が打ち込まれていた。リアルでもそうだが、新しく集団に入るときは、いろいろと不安で心細いものだ。ましてこんな顔も見えない文字だけの世界では、自分の打ち込んだレスに話しかけてもらえないと、孤独感に苛まれる。俺もそうだった。きっと彼女も返事が返ってくるまでは、そわそわしていることだろう。そう思い、ノートパソコンのキーボードを叩いた。はじめまして、たけしです。これからよろしくね。雑談に移動しておしゃべりしましょう。そう打ち込んでサークルのトップ画面に戻り、そこからスレッド一覧へと飛んだ。すでに雑談スレが一番上に上がっている。早いな。少し笑って、雑談スレを開く。お返事ありがとうございます。誰も話しかけてくれなかったらどうしようって不安だったので、すごく嬉しいです。かわいいな。それからしばらくお互いの自己紹介も兼ねて他愛もない雑談をして、日付が変わる頃にパソコンを閉じた。なんだかとてもウキウキしている俺がいた。マリカは、今年25歳になったばかりの OL だそうだ。仕事は楽しくやりがいもあるが、元来抜けているところがあるせいか、上司には怒られてばかりだという。今日もシュレッダーを頼まれた書類を、間違ってコピーしてしまい、部署のメンバーが笑いを耐えている中、呆れたように上司から説教をされたらしい。俺の頭の中で勝手にイメージされた、肩より少し長いストレートヘアのマリカが、コピー機の前で上司から説教されながら肩をすくめてうつむく後ろ姿を想像して、クスクスと笑いながら、久しぶりに心地よい眠りに落ちた。会社では相変わらず無理難題を押し付けてくる上司が、頭ごなしに俺を怒鳴る毎日。上司から受けた指示を部下に回すも、ふてくされて返事もろくにせず、面倒くさそうにデスクに戻る部下の背中。ああ、まったくどいつもこいつも。だが最近の俺は、そういう日々のストレスもあまり苦にならなくなっていた。帰宅して風呂上がりに飯代わりのつまみとビールをちびちびやりながら、マリカや他のサークル仲間とする会話が、俺のささくれた心を癒してくれているからだ。最近は、ほとんどマリカとばかり話している気がする。ふとそんな感じがして、なんとなくスレッドを一つ一つ読み直してみた。どこのスレッドにも、ほとんど俺とマリカの会話ばかりで、たまに子さんのメンバーと一言二言言葉を交わしているだけ。しかも遡っていくうちに気づいたのだが、マリカに話しかけているのは、俺以外誰もいない。うん？俺が参加した時は、挨拶した途端いろんな奴が話しかけてくれた。それはその後新たに参加したメンバーの時も同じだった。だがマリカに対しては、挨拶への返事も、雑談やその他のスレッドでのマリカの書き込みに反応する者もいない。もちろんマリカに呼びかけて会話を促す者も一人もいなかった。そんなに話しかけがたいような子でもないし、たまに会話が噛み合わなくて笑うこともあるが、明るくてきちんとした子だ。俺との会話が盛り上がりすぎて、入り込みにくかったんだろうか？いやそれにしては、他のメンバー同士での会話もほとんど上がっていない。たまに誰かが書き込んでも、それに対する俺の返事に、もう一度だけ返事を返してくるくらいで、あとはいくらコメントしても返事が返ってくることがない。気にしていなかったので今まで気づかなかったが、明らかにこれまでとサークルの雰囲気が変わっていた。いつもは風呂から上がるとすぐに、ビール片手に。ただいまー。と打ち込むと、すぐさまマリカから。おかえり。お疲れ様。と返事が来て会話が始まるのだが、その日は帰宅したことを知らせるコメントを打ち込むのも忘れて過去スレを読み漁っていた。やっぱりおかしい。マリカが自己紹介をした日から、俺以外のメンバーの書き込みがほとんどなくなっている。
パソコン画面に食い入るように見入っていると、メールの受信音が響いた。スマホの方だ。俺は何も考えずに、そのメールを開いた。そこには、よう、久しぶり。サークルではあんま話さなくてすまね。実はお前に知らせておきたいことがあってよ。これに気づいたらメールしてくれ。サークルのメンバーでも特に仲良くなり、お互い自宅が近いこともあって、実際に会って飲みに行ったりしたやつからだった。名前はスグル。よう、久しぶりだな。どうしたんだよ。そう打ち返す。しばらく待っていると、またスグルからメールが届いた。あのよ、せっかく仲良くしてるとこに水差すみてえで悪いんだけど、あのマリカって女は気をつけろ。あまり深入りはすんな。リアルであったりとか、連絡先教えたりとか、絶対すんなよ。は？何言ってんのこいつ。俺はムッとしながらも、勤めて普通に。え、なんで？なんかあんの？まさかやきもちとか？別にいい子だよ。と返した。またしばらく待っていると。とにかくあいつはやべえんだ。サークル内で他愛もない会話するぐらいにしとけ。自宅や会社近辺の情報も、絶対教えるなよ。と書かれている。何がなんだか全然飲み込めない。いや何がやべえんだよ。理由話せよ。俺がムッとしているのを悟られるかもしれない。だが知ったことか。ちゃんとした理由も告げずに本人のいないところでそんなことを言うなんて、俺のことを思っての行動だとしても、悪口じゃないか。サークルでは全く会話すらしてない相手の悪口を言うこいつに、内心がっかりしていた。かなり長い間を置いて、またメールが届いた。サークルの他のメンバーも、お前以外誰もあいつに話しかけないだろ？他のメンバーは知ってるんだ。あのサークル、実は新しく作り直したものなんだ。そう言って始まったメールは、かなり長いメールだった。以前さ、今のサークル名とは全く違う名前でサークル立ち上げてて、そこで今のメンバーとやりとりしてたんだ。その時、解説して間もなく、あのマリカって女が参加してきた。今もそうだけどよ、自由参加設定だろ？承認とか面倒くさい設定にしてないから、興味を持ったやつなら誰でも入れたんだよ。で、あんな風に普通にやりとりしてたんだ、最初は。しばらくしたらさ、今はもうメンバーの中にはいないけど、その時いたメンバーの一人と、やたら親密なやりとりし始めたんだよ。お互い半音を呼び捨てで呼び合って、会話もまるで恋人同士みたいなさ。で、みんなも面白がって茶化したりして、メンバー公認のネット上での恋人みたいになってたんだ。そのうち、多分個別にやりとりしてお互いの住所とか、連絡先とか交換したんだろうな。サークルでははっきりとは書き込んでなかったけど、同じ日に同時に飯食いに行った店の名前とか、旅行で行った場所とかを書き込んでくるのが目立ち始めたんだよ。みんな、ああ、リアルであったんだなって、黙認してた。ところがある日さ、そいつから俺に個別メールが来たんだ。助けてくれ。で、どうしたって聞いてもさ。マジやべえ、どうしよう。助けてお願い。怖い。って返事ばっかり。そしたら同じ日に、別のメンバーからも個別メールが届いたんだ。もちろんそいつのことで。その後分かったのがさ、そいつ、同じ日の同じ時刻に、メンバー全員に助けを求めるメールを送ってきてたんだ。みんなで何度も個別に呼びかけたんだけど、その後ぱったり連絡が途絶えた。そしたらある日、サークルからのお知らせメールが届いたんだよ。そいつが脱退しましたって。俺管理人じゃん。メンバーの出入りがあるとメールが来るのよ。でさ、は？ってなって、そいつのホームに飛んだわけ。そしたらさ、すでに退会されたユーザーですって表示されて、入れなくなってたの。誰にも何も言わずにいなくなってて、すげえ心配したんだけどよ、そいつが助けを求めてきた時、サークルでなく個別メールにしたことに、何らかの理由があるんだろうと思って、俺たちはそいつのことに関して話す時は、メールにしてたんだよ。サークルでは、あくまでも普通に振る舞ってさ。そしたらある日、サークルの要望スレが上がっててよ、覗いたんだよ。血の気が引いたね。あの女が前日の深夜から俺が覗くほんの少し前までびっしりと、そいつのことを質問してんの。急にいなくなってるけどどうしたのかとか、電話してもメールしても返事がないとか、職場に行ったらすでに辞めてて、アパートももぬけの殻だったとか、誰か居場所を教えてくれとか。夜中からずっと何百件も。今もだけど、みんな仕事があるからさ、
サークルに書き込んでくるのって大抵夜だろ。だから誰もコメント返してなかったんだ。仕事終わって俺がサークル開くまでの間、誰も反応がないからイラついたんだろうな。時間が経つにつれてだんだん言葉が乱暴になっていっててさ。誰か答えろよ。とか。隠してんの分かってんだからな。とかさ。それ見てたら、個別メールが来て、恐る恐る開いたら、サークルからのあの女が脱退したことを告げるメールだった。内心ほっとしたんだけどよ。それでも、油断できないからすぐに承認制に切り替えて、スレも参加者しか見れない設定に変えて、残ったメンバーで震え上がってた。それからしばらく、あの女が何度も申請してきたんだよ。自分から脱退したのに。意味わかんねえし、不気味だし、みんなに話して一旦解散したの。で、しばらく様子を見てたら、あの女が退会したのがわかったからさ、改めて名前を変えて立ち上げたの。それでもまたいつ現れるかわかんねえから、お前が参加してくるちょっと前までずっと承認制にしてたんだけどよ。あの女が退会してもう何年も経つし、もう大丈夫だろうってことで、自由参加型に戻したんだ。そしたらある日サークルからマリカさんがサークルに参加しましたってメールが来ただろ。もう震え上がってさ。それでもたまたまハンネが同じなだけで、全くの別人かもしれないから様子見てた。でも間違いなくあの女なんだ。前のサークルであの女が行ってた自宅近辺だとか、よく行く店だとか、話し方だとか、全部一緒なんだ。あの時のあのメンバーがどうなったのか、何があったのか何をされたのかはわかんねえけど、普通いきなり職場もアパートも引き払って行方不明になったりしねえだろ。大の男がこそこそ逃げ出さなきゃなんねえくらいヤバい奴だったってことなんだよ。サークルでも無視しろなんて言わないが、とにかく個人を特定されるようなことだけはすんな。絶対だ。バカバカしい。確かにそのマリカって女の話はゾッとしたけど、今いるマリカと同一人物なんて、なんで言い切れるんだよ。大体、あのサークルは地元民を募ってやり取りしてるんだから、たまたま同じ場所に住んでて、たまたまよく行く店に同じものがあったってだけだろ。話し方だって、文字だけの世界なんだ。似たような書き込み方する女の子なんて5万といるだろ。たったそれだけの情報で、そのマリカと彼女を同一人物だと決めつけるなんて、馬鹿げてる。まあ、以前そういうことがあったから、俺を心配して言ってくれてるのはすげえ嬉しいけど。そんなことをぼんやり考えながら。サンキュ。まあ、あの子がそいつと同一人物かはっきりとはわかんねえけど、気をつけるわ。とだけ返しておいた。絶対だぞ。気を許したりすんなよ。とまたメールが来たが、もうそれには返さなかった。マリカがその女かどうかなんて、わかんねえだろ。たまたまだよ、たまたま。明日は仕事が終わったら、マリカと約束してるんだ。いつも行くバーの、一番奥のカウンター席で、開店してすぐに一緒に飲もうって。そしたらその時に、番号とかも交換しようって約束したんだ。久しぶりに彼女ができるかもしれないってのに、そんな昔の女の話でひるんでられるかよ。俺は残りのビールをぐいっと煽り、その日はもうサークルに書き込みせずに眠った。翌日、俺はいつにも増して精力的に仕事をこなし、定時で退社した。帰宅してから念入りに体を洗い、軽い食事の後いつも以上に時間をかけて歯を磨くと、約束のバーに向かった。開店時間の5分前に到着すると、腰までの長いストレートヘアの女性がうつむいて立っているのが見えた。マリカ？遠慮がちに若干小声で呼びかけると、その女性は弾かれたように顔を上げ、こちらを向いた。たけし？顔はからめながら聞いてくる。俺はなぜだかほっとしながら。ごめん、待った？と彼女に近寄る。今来たとこ。はにかんだ笑顔で答えるマリカ。かわいいな。その後改めて初めましての挨拶を交わし、お互いに吹き出した。連絡先を交換し終わる頃、バーの看板に明かりが灯り、鍵の開く音がした。二人で中に入り、いろんな話に花を咲かせながら遅くまで飲んだ。明日はお互い仕事が休みということもあって、俺は密かにドキドキして落ち着かなかった。そろそろ帰ろうか、となった時。ちょっと飲みすぎちゃったみたい。マリカが俺の肩に寄りかかってきた。来たー。これは誘ってるだろ。
これに乗っからないなんて男じゃねえだろ。内心鼻息の荒くなる俺をなんとか抑えて。うちで少し休む？しまった。声が裏返っちまった。いいの？俺の肩に頭を乗せたまま、上目遣いの潤んだ瞳で聞いてくる。くぅ、やべえ。いいよ。水飲んで少し休んでいきなよ。興奮して声が大きくなっていたかもしれない。だがそんなこと気にしてる場合じゃない。マリカがよろよろと立ち上がる。行こ。ふらふらしながら俺に手を差し出してきた。その日、俺たちは男女の仲になった。今は俺の腕枕で、すやすやと寝息を立てている。マジか。マジでか。俺は幸せを噛みしめながら眠りについた。LINE も繋げた俺たちは、それからというもの毎日何度もやり取りをした。いつの間にか、サークルへ顔を出す頻度も落ちていっていた。時折スグルから心配するメールが届いたが、昇進して仕事が増え、なかなか時間が作れないってことにしといた。たまに顔を出すと、独り言のようにマリカが書き込んでいた。多分、俺たちのことを悟られないように気を使ってくれているんだろう。だがマリカの書き込みに返事を返す奴は、相変わらずいなかった。休みの前日は必ず会い、必ずマリカが泊まっていった。朝起きるとすでにできている朝食。一緒に映画を見に行ったり、ショッピングに行ったり、たまに遠出してデートしたりもした。何もかもが幸せだった。ちょっと気になるのは、マリカのくれるメッセージに俺がすぐに返事をできない状態になると。忙しいのかな？どうしたの？何かあった？返事して。私のこと嫌いになった？こんなにしょっちゅう連絡したら、鬱陶しいよね。しばらく連絡控えるね。などと5分と空けずに何十件ものメッセージを打ってくることだったが、あまり男性経験がないと言っていたし、不安なんだろうと納得させた。しかし年末も近くなり、本当に仕事が忙しくなってきて、昼の休憩も取れなかったり、残業も当たり前になってきた頃、俺は違和感を覚え始めた。いや、実際はもっと前から感じていたのかもしれない。それをいろいろ理由をつけて、目を背けていたのかもしれない。ほとんど休憩が取れず、毎日深夜まで残業して帰宅して LINE を開くと、必ず100件近いメッセージがマリカから届いている。慌てて事情を話して謝ると。よかった、嫌われたのかと思った。ごめんね、仕事で疲れてるのにこんな面倒くさいメッセージばっかり送っちゃって。といつものマリカに戻るのだが、俺の仕事中に送られてきているメッセージの送信時刻が、おかしいのだ。彼女も仕事をしているはずの時間に、延々と送られてきている。仮にこっそりスマホを操作していたとしても、ずっとそうしているのではないか、というくらい延々となのだ。5分と空けずに、こんな年末のクソ忙しい時期に、何時間もスマホに張り付いているなんて、普通に考えたら到底不可能だ。俺はそれとなく聞いてみた。仕事中にこんなにメッセージ送ってきて、上司に見つかったりしないの？速攻で既読がつき返事が返ってくる。うん、大丈夫。うちの会社暇だから。本当だろうか？まあ、彼女がそう言うんだから、信じておこう。そう言い聞かせて。そっか、心配だから、ほどほどにしとけよ。と送り。今日も疲れたからごめん、寝るね。とラインを閉じ、通知をオフに切り替えた。お休みと終わりたい胸をやんわりと伝えても、その後しばらく延々と彼女のメッセージが送られ続けてくるからだ。正直、ちょっと怖い。以前スグルのくれたメールの内容が時折頭をかすめるようになっていた。来ちゃった。ある日帰宅すると、ドアの前にマリカがいた。俺は正直ゾッとした。明日は別に休みでも何でもない。普通に仕事だ。お互いに。え、大丈夫なの？明日も仕事でしょ？二人とも。少し声が震えていたかもしれない。迷惑だった？悲しそうな顔をしてマリカが言う。あ、いや、大丈夫なんだけどさ。そっか、よかった。明日はここから直接仕事に行こうと思って。え？マリカの手に、パンパンに膨らんだボストンバッグが握られている。マジか。俺、明日大事な会議があるんだよな。だけど帰ってほしい、と言えない小心者の俺は、流される形でマリカを止めた。案の定、マリカは朝が早いから早く寝たいという俺を無視して、日付が変わっても俺を話してはくれなかった。
何度も何度も求められ、やっと解放されたのはあと2時間で起きる時間って頃だった。残業で疲れているところに明け方近くまで寝かせてもらえなかったせいで俺は寝坊してしまい、慌てて家を飛び出した。バタバタと靴を履いている俺の背中に。あ、ねえ朝食はちゃんと食べないと。というマリカの声がしたが、振り向く余裕もなく。ごめん、会議に遅刻したらやばいから。それだけ言って駅へと向かった。会議の後、トイレに行ったついでに恐る恐る LINE を開くと、やっぱりものすごい数のメッセージが届いていた。内容は、せっかく朝食作ったのに、食べてもらえなくて傷ついた、って感じのものと、いつまでも寝かせてあげなくてごめんね、というものだった。その最後に、とっても気持ちよかった。愛してる。というメッセージがあるのを見て、俺はなんだか不快な気持ちになった。それから、マリカの行動はどんどんとひどくなっていった。突然訪問してきて朝までなんて当たり前で、会社前で待ち伏せしてることもしょっちゅうあった。相変わらず LINE のメッセージはものすごい数で、俺はもうほとんど読まずに。終わったよ。お疲れ様。としか打たなくなっていた。だんだん俺の自由な時間は奪われていき、睡眠時間もまともに取れなくなり、仕事に支障が出るようになってきていた。上司からの風当たりも以前に増してひどくなり、このままでは、今の地位を維持することも危うくなってきた。マリカがまた連絡なしに俺の家に来た日、俺はついにマリカに突きつけた。ごめん。もう無理だ。別れてくれ。ギョトンとするマリカ。その顔を見るのも、正直嫌で仕方ない。え、なんで？私たちうまくいってるのに。あ、わかった。仕事が忙しくて辛いんだね。私は大丈夫だよ。落ち着くまではデートとかしなくていいから。会話が微妙に噛み合わない。違うんだ。君が。君のことがもう無理なんだ。またしても意味がわからない、と言いたげな顔。やだ、私がすぐあんなメッセージ送るから自分を責めてるんだね。うふ。大丈夫だよ。ごめんね、どうしても返事がすぐ来ないと、あんな風に打ってしまうんだ。今度から気をつけるね。心配してくれてありがとう。どうしてそう受け取れるのか理解できない。君が嫌いになったんだよ。もう別れよう。帰ってくれ。二度と来ないでくれ、家にも、会社にも。もうマリカの顔を見る心の余裕はどこにもなく、うつむいたまま叫んでいた。そっか、たけし、すごく疲れてるんだね。そんな時は冷静になれないだろうから、今日は帰るね。ゆっくり休んでね。元気になったら美味しいご飯作りに来てあげる。怖い色からニコッと微笑んで言ってるのがわかる。なんでだ。なんで通じないんだ。スグルのくれたメールが頭の中をぐるぐる回る。あの女には絶対に深入りするな。どうしてあの時もっとちゃんと話を聞かなかったんだ。今更後悔しても、遅かった。それからというもの俺は、マリカとのトークルームは絶対に開かないようにした。それでも毎日何百件ものメッセージを告げる表示が更新されていく。ブロックした。だが、そうすると次は着信表示が何十件と来るようになった。仕事中だろうが、帰宅後だろうが、休みだろうがお構いなしだった。着信拒否にした。そうすると、次は会社で待ち伏せされるようになった。最初は油断していて鉢合わせしてしまい、逃げるのに一苦労した。それからは、表の出入り口は使わず、非常口から裏手に回って帰宅するようにした。同僚にも相談し、マリカの写真を見せ、会社を出るときに周りを確認してもらうようにした。しばらくはなんとか平穏に過ぎていった。だが、俺にはとてつもない不安があった。俺はまだマリカが完全におかしくなる前に、俺が帰宅してなくても外で待たなくて済むようにと、合鍵を渡していたのだ。それでもマリカは、俺が帰るまでいつも外で待っていたため、最近まで合鍵のことをすっかり忘れていた。だがある日、家の中に違和感を覚えたのだ。何がどうってのはわからなかったが、朝出た時とはなんとなく雰囲気が違うような、物の位置が変わってるような、そんな気がしたのだ。まさか、気のせいだよな。そう言い聞かせて、自分をごまかした。それがいけなかった。年末も押し迫り、あと数日頑張れば会社も休み、という頃。俺は相変わらずの深夜までの残業で疲れ果て、風呂もそこそこに布団に潜り込んだ。睡魔はすぐに襲いかかり、あっという間に眠りに落ちた。し、
た。なんだ、何の音だ。た、し、けし、たけし。俺は跳ね起きた。いや、跳ね起きようとして、その瞬間ガクンと布団に戻された。なんだ、体が動かせない。暗闇の中必死に体をもぞもぞさせていると。うっふ、起きた？という女の声がすぐ耳元でした。心臓が跳ね上がり、体温が一気に下がるような感覚に襲われ、油汗が滲む。やっぱり来やがった。くそ。残業続きで鍵を変える暇もなく、ずっと放置していたせいで、マリカは合鍵を使って上がり込んでいた。心配したよ。LINE も既読つかなくなっちゃうし、電話もいつかけても話し中だし。だから直接会いに行ったのに、いつの間にか帰っちゃってるし。仕方ないから、合鍵使って入っちゃった。抑揚のない声で、マリカが耳元に囁く。帰ってくれ、と言おうとした時、口も塞がれていることに気がついた。ガムテープが貼られている。ゾワゾワと嫌な予感が全身を包み込んでくる。会社が行けないのよね。毎日毎日こんな遅い時間まで残業させて、私たちの中を引き裂こうとして。何かをごそごそ言わせながら、まるでロボットみたいにマリカが喋っている。なんだ、何をしてるんだ。たけしは責任感強いし、どんなにブラックな会社でも、仕事放り出して会社を辞めるなんてしないだろうから。何を言ってる？このままだと、私たちいつまでも会えないし。もしかしたら仕事が落ち着く前に、たけしが壊れてしまうかもしれないし。やめろ。何をする気だ。もう嫌な予感しかしない。最悪の結末しか浮かばない。だからね、たけしを、そんな地獄から助けてあげる。そしてもう離れていかないように、私がしてあげる。うっふ、とマリカが笑った。同時に、腹のあたりに焼けるような凄まじい感覚が走る。うぐ。ガムテープで塞がれた口からくぐもった声が漏れる。いてえ。やめろ。やめてくれ。ぐちゃっと嫌な音が耳に届いた次の瞬間には、また凄まじい痛みが襲ってきた。うっふ。笑いながら、俺の腹を何度も何度も何かで突き刺してくる。次第に薄れていく意識の向こうで、マリカの声が聞こえた。もう、話さないよ。